令和5年7月の29日18時15分城山観光ホテル。今日はですね、こちらで鹿児島県立鶴丸高等学校同窓会というのがあります。私の母校ですのでお伺いいたしました。こっちめっちゃ綺麗。このイタリアンホルトっていうのもね、とっても人気ですので、今日は桜島完璧ですね。薩摩なる父桜島、読めない。こうやってね、テラス席があってとってもいいですね。城山からの桜島の景色、こっちから行けばエメラルドホール行けるのかな。行けそうだけど、もう遅刻してるのでちゃんと知ってる道から行きましょう。はい、今エメラルドホールに行こうと思ったんですけど、妻からですね、バゲット買ってきてというメッセージが入りまして、パン屋さんは同窓会が終わる8時の前には閉まるそうなので、まずこれを車に戻していきたいと思います。パン買ってるところも撮ろうかなと思ったんですけど、もう早速ね、同級生の黒岩さんっていう綺麗な方に会ったので、ちょっと恥ずかしくてですね、カメラ止めちゃいました。こういうね、あの時のあの子はみたいなのに会えるのがね、同窓会のいいとこですよね。では改めまして、エメラルドホールに行きましょう。でもさっきもなんか友達同士でこうね、集まってエメラルドホール行くという流れでみんなされてましたけど、私は一人、誰が来るかもわからないし、カメラ持ってるし、絶対嫌われますよね。これね、鹿児島ナンバーワンホテル、シェラトンがあるまではね、でここのね、パン屋さんがね、有名なんですね。なんかエレベーターでカメラ回すと怒られそうだから、階段で行ってます。鶴丸高校同窓会事務局控え室、多分この人たちそうですね。同窓会って言っても同じ学級の同窓会じゃなくて、学年の同窓会じゃなくて総合同窓会だ。違うかな。早速違いました。昔はよく来てたんですけどね、もう最近めっきり来ないので。こっちですね、こちらです、鶴丸高校同窓会。今日の司会が宇都隆さんです。後で挨拶しよう。そしてもう一つ、今回の同窓会企画映像の最後になります、鶴丸高校在学中にアロマ商品を製造販売する、あ、久喜田シエルちゃんの紹介です。インタビュー映像です、どうぞご覧ください。私は高校1年生の時に行動会社ビシエル事業を起業し、社長として活動しております。一番おすすめの商品は何ですか？アロマ製品で言いますと、ブルースフレグランスをおすすめしております。あ、すごい爽やか。柑橘系の皮に普通含まれてそうな苦味のある感じは全く感じなくて、果肉のその爽やかな感じ。久喜田さんが上流に興味を持ったのは、大好きな日本がきっかけでした。なんかもともと植物が好きだったんですけども、その本の主人公がハーブによって町の人たちとか動物たちにお願いを聞いて、それをまあ叶えていく、ハーブお薬屋さんなんですね。ハーブとかお薬になるっていうのが面白くて、こう植物で人を助けられるなっていうのがすごく驚いて、そこからハーブが好きになりました。娘さんに蒸留機をおねだりされて、どう思いましたか？私はすごく熱心だったので、買うことには公開にも適度しないだろうという思いで、購入しました。こちらがですね、私が最初に買ってもらった水蒸気蒸留法の抽出機になります。ここの中に、声優
このように元のパワーフォールでしたりハーブ類を入れてここに水を入れます。そしてこれ今の時珍しいかもしれないんですけどアルコールダンプなんです。でアルコールダンプで熱することによって薬を抽出していきます。思いつく限りのハーブっていうか身近にあるハーブを抽出したんですけれども、一般的なローズマリーでしたりミントをはじめとして吹き上げ浜に行って松を取ってきたり、あとはお庭に生えてた毒ダミですね。毒ダミの精油を取るとなんか青っぽいドロップしたものが出てきて、なんかこれは何なんだろうみたいな感じになって、あれは本当に今でも何だか分かんないんですよね。そんな藤田さんがサワーフォールに出会ったのが中学2年生の時でした。もともとサワーフォールっていうのは一木式養子の特産品ですごく大好きだったんですけれども、その農家さんに行った際に摘果っていうもので間引き作業なんですけれども、たくさんの、サワーフォールが落ちて腐ってしまうっていうことを知りました。で食べれはしないです、それが青いので。でも香りがすごく良かったので香りに興味がある私はこれをどうにか変えてプラスにできていけないかっていうふうに考えて、その日にちょっともらってサーフルをもらって自宅で抽出を始めました。そうですね、最初のうちは全然出なかった記憶があります。今はいろいろ抽出方法とか切り方が分かって安定してくれるんですけど、最初はもう切り方すら分からないし、どれぐらいの時間に抽出時間が最適なのか分からなかったので、本当に全然取れなかったですね。香りもそんなに良くなかった記憶があります。蒸留はとても時間がかかる作業なんだそうです。この大きさだと2時間ですね。2時間かかります。取って10人とかです。これが1本10人です。この1本分食べます。もう本当に少ないです。久木田さんが精油を作るきっかけは分かりましたが、会社を作るに至ったきっかけは何だったんでしょうか。私が高校1年生の時の合格セミナーに、私のクラスに来た上野先生っていう方が、まさか私のことを喋ってくださってます。利用した経験をお話ししてくださったことがきっかけです。若さはハンデではなく武器なんだよという言葉を言っていただいて、商品はあるんですけれどもどうやって目指していけばいいですかというふうに、起業するにはどうすればいいですかという質問をさせていただいて、ハガキをいただいたんですけれども、ルームスプレーをぜひうちのカフェで置かせてくださいっていうふうに書いてあって、そこでですね、もう家族総出でそのカフェに行かせていただいて、起業するにはどうすればいいかっていうふうに聞いて、そっから今に至ります。こうして令和3年1月1日久木田さんが高校1年生の時に自分の会社ができました。でも、つるまる生をしながら会社経営をするってやっぱり大変だったんじゃないですか。テスト前とかにイベントが重なると結構大変だったりします。なので午前中イベントに行って、隙間隙間で会計の裏で勉強したりとかして、両立させていました。でも仕事を通して学んだこともたくさんあったそうです。対話って大切だなっていう風に感じました。このどうやったらいいんだろうってなった時に、最終的にはこの人から買いたいっていうのが、人間の心理っていうか経済の中心にあるのかなっていう風には感じました。なので人が私から買って買いたいって言えるような人に私はなりたいなっていう風に考えています。久木田さんのこれまでの経験はセールストークに十分に来ていると思いますよ。こちらがですね、ハイビスカス、ストロベリー、ブルーベリー、アップルなどもうたくさんのフルーツが入っていて、本当にご褒美のような味になっております。この甘みも天然の果実の部分がすごい美味しい。なんかすごいいろんなフルーツが混ざってる、すごく
こうして高校生と起業家という2つの仕事を続けてきた浮田さん、4月からは新しいステップに進みます。今週は大学に行って教育学部に入って心理学について学びたいと考えています。私の夢はスクールカウンセラーになることなんですけれども、アロマカウンセリングっていうカウンセリング方法があって、このアロマを使って緊張をほぐしたりしながら生徒と向き合えるようなスクールカウンセラーになりたいと考えています。後輩の皆さんに一言お願いします。自分が好きなことを極めた方がいい。本当に好きなことはずっと続けられますし、それは絶対将来自分の役に立ちます。今いろんな人たちにそれ今必要ないんじゃないとか言われたとしても、めげずに続けていくことが大切かなと思っています。これからの久喜田さんの活躍を祈っています。嬉しい、私のことも言ってくださった。まさかの障害者対応労働会社で指定陸人代表の関田シエルと申します。ありがとうございます。今日はですね、私が会社を起こすきっかけとなったメンテスフロ先生もこちらにいらっしゃるんですけれども、私は、地元一菊式の市の特産品でしたり、鹿児島の特産品を使ったアロマやオリジナルブレンドティーや製造販売企画もしております。今回ですね、たくさんの鶴丸の OB、OG の方がいらっしゃるということで、少しだけ宣伝をさせてくださいありがとうございます。弊社の商品がですね、今鹿児島市内でしたり、あとは一菊式の市の観光案内所でしたり、カフェで販売させてくださっているんですけれども、もっと販売先を増やしたいと思っておりますので、もし店舗様で弊社の商品取り扱いたいなという方は、私45番テーブル一番手前のテーブルにいますので、あと今日は関心と思ってますので、たくさんお配りしたいと思います。また医療従事者の方々に私は香りで癒していただきたいというふうに考えておりまして、それが、生涯の目標なんですけれども、なのでもし医療従事者の方で香りに興味があるよという方は45番テーブルにいらしてください。またたくさんの香りを持ちたいと思っております。そして直近でですね、明日東海町のイオンモール鹿児島でイベント出展しております。花の広場ですね、明日イオンモール鹿児島、東海町のイオンモール鹿児島でイベントしておりますので、商品が気になる方はぜひいらしてくださいありがとうございます。褒められるな、私出たね。誰かにも名前間違ってたよ。上野慎太郎って書いてあって、上野くん名前慎太郎だったっけ。間違ってるね。違う、あのエーファム書いてあった、慎太郎になってる。ネットで検索して間違ったんだって。 YouTuber ネームなのかなってさ。違う怪しい YouTuber。怪しい、あることないことを聞き出そうとする。怪しい、あることあることだけだありがとうございます。今日の YouTube してるんで俺ベスト、そう、一緒にしてる。毎週じゃなきゃ、2週間に一遍朝6時半から。もうね、怪しい話もね、はい、ベストドレッサーショー誰が言ったんですか。こんな派手なの来てる人どこにもあるからでもまだアンナの着るのは宝来しかいない。そうありがとうございます。高校生起業家です。はい、今回の県議選で自民党トップ当選した先輩です。おかげさまで、ザ叩き上げです。素晴らしいです。平和議員じゃないです。だからなんか授業でってことがあるとか言ったらもう力になってくれると思う。はい、格闘家の菊野くんと思いますけど、菊野くんが格闘の方で頑張りたいときには私があって、その時には菊野くんの登りを作って、この引退場を一緒に回るってことです
スポンサー集めで、スポンサー集めで、うん、じゃあたまたま父親が16回卒、いとこが28回卒、私が43回卒だったので、うちの人に知ってる人たちがいっぱいいたので、父親は同窓会が大好きな人だったので、そういうのを、蓄積もあって、鶴丸同窓会では結構自由自在に動き回ってるんですね。お客さんいい意味で74期って今は大学1年目です。大学1年生です。大学1年生なんですね。去年私卒業したばかりです。そうですね、はい、私鶴丸の同窓会で夢があるんですよ、はい、自分のものを出展したい。どうなんか出展したいとかね、言えば絶対できたの。そういやー、去年ここの時に、下豊通さんが自分の本を売りました。あ、そうなんですか。うん、それは代表幹事の時にご相談すれば可能です。あ、ありがとうございます。絶対来年はしましょう。来年します。だから来年の代表幹事は住之江君なので、住之江君の名前探しますから。そこにおった。素晴らしい。住之江君と会って認識を持っておけば、まあ二大高校生起業家の支援者の賞と趣旨で本当にもらうこともできると思います。おお、夢は叶いましたね。やめに叶っちゃう。じゃあ紹介してもらいに行きましょう。はい、はい、これが同窓会ですね。こうやってすごいですね。鶴丸の中の、人脈知恵袋みたいな。人脈知恵袋。そう、こういうので、ね、こういうのっていうか使わないと。ユナイテッド FC、ユナイテッド FC ってありますよね。あそこの徳重代表がいます。徳重代表の奥様は我々の同期です。で、ユナイテッド FC のスポンサーを集めるときに、徳重君、鶴丸の先輩頼ろうかって一緒にあちこち回りました。すごいですね。ユナイテッド FC のサポーター会。はい、私一応サポーターになってるんです。なんちゃって博士を持ってます。よろしくお願いします。来年前回の感じをしますので、ぜひ来年も来てください。来年も行かせてください。私は4月なんで、あ、そう、4月か。卒業生でこういう学生起業家がいるんだよっていうのを、うちの産業創出家とかに言うときます。嬉しいです。もうすべてです。ありがとうございます。ついでにこういう YouTuber もいるって紹介をいただけたら。はい、YouTuber。 あ、YouTuber さん、すごい。あ、よろしくお願いします。いやいや、秘書ですか。いやいや、私の恩師なんで、会社を始めるきっかけ。あ、きっかけなんて素晴らしいですね。ありがとうございます。墨の上でございます。ありがとうございます。こういう場を利用するっていうか、人をつながるきっかけです。若い人にそういう魅力に気づいてほしいから、来年の放送から少しやり方を少し変えてみたいなと思ってます。また来年も来て。はい、ありがとうございます。選挙に出るときまでにいろんな会議を出して目標が300枚の年賀状、500枚の年賀状、そして1000枚の年賀状を書くというのを20代の頃に発表して高木にお待ちしたことで政治家のだけど、親から与えられるものではないので、それは私の場合は1番の看板持ち、3番がないところから始める。すごい。よろしくお願いします。
お茶でも飲みましょう。蓬莱さん、ご紹介いたします。現役高校生起業家であって、今大学生に企画した菊田シエルさん。知ってます。有名人だ。有名人だね。上野さんを美化した人でしょ。そう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 、私を美化した。名前で大したことない。でも、ね、名前間違ってたみたいな。名前間違ってたんだよ。間違ってましたよ ね、 ね、あの、いい上の違いでしたよね。OK です。いい上野の名前が。そうそう、そっちの方がいいかな。シェーブです。あ、うちの先生もこの後、ぜひ。おシェーブなの。あの、野球部の先生、うん、私はサッカー部の。おすごい。あの、丸山さんって覚えてます。1年生の時に、あの、合格セミナー一緒にされた方ですよ。え、あ、でした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 。あの、数学カフェの上野さんと僕だったですよね。私です。数学カフェで、で、シエルさんが、そうそうそう、もう、私は、あの、なんだっけ、その頃から、あの、そのアロマの空気を磨いて、この資格を取っていて、どうしたらいいですか、あの、つまり、なんか、起業したいんですみたいなことを上野さんに聞いたのね、あの時に。ただ上野さんが、高校生の女の子が起業するって言ったら世の中中全部応援するから、どんどんや散らかしなさいって言ったの。軽い。軽いよね。軽いけど大事だよ。軽いと思うね、軽いと思うね。でもやりなさいって言って、あなたはすごく勇気をもらったようなのを覚えてる。で、やっちゃったんですよね。そうだよね。やっぱ恩人だ。恩人。私の会話が、さっきの言葉は、あの時言ったら合格セミナーで相方吹くよ。でしたね。あなたもね。相方出てこんかった。いや、カルトのね、いや、俺もね、割とね、いい話したのよ。まあね、まあね。まあいい話したんだけど、彼女の興味は起業するって、もう当時からもう頭起業するって言ってたから、上野さんに起業したいんですけど、どうしたらいいですか、開口一番まっすぐに手を挙げて質問したものがすっごくよく覚えてる。ですよね、恥ずかしい。よく残る子だった。恥ずかしい。よく覚えてる。だからその後、あの、うち世界一の九州とかね、取材させてもらってね。そうですよ、ありがとうございました。アミュプラザでテゲテゲハイスクールフェスティバルの時は、君は模擬試験を受けに行ったから、お母さんが見せましたんだよね。ああ、見た、それ見た、見た、見た、なんか見た。ありがとうございました。めちゃくちゃ有名人。たくさん見てください。でも頑張ってんな。でも、どっかよその大学に行くと思ってたけど、ちゃんと彼らでね、課題に残って、あの、ユーカリをね、頑張るんだもんな。立派だと思う。頑張ったな。いい話。今日はもう、この中全部君の応援してくれ。もういっぱい名刺配りなさい。神様方がね、もうね、さっき涙の流しながら。絶対買って帰ると思う。嬉しい。ありがとうございます。来年は、なんかブースを出して、商品出したいって言ってました。でも、ぜひぜひ。いや、それぐらい、あの、特別枠だからね。いやいや、絶対特別枠。普通の企業者じゃないんだよ。いや、まだ18か。ね、だからだから。じゃあ19だ。僕は19です。19だ。だからまだほら、来年だってそこにブースがしないよ。課題の女の子だもんね。いや、もう、じゃあ来年の代表幹事を紹介したから。私もさっき。あった。さっき。あ、締めなわけ。いや、立派立派。え、でも、シンガポールもね。ね、あんなところのバイヤーともちゃんとつながってるもんね。そうよ、物語が大事だと彼らが言うのはよくわかるよ。いや、本当高校1年の時にこの人って、あ、僕ね、この人教えたんだって最近言ってる。どこの楽しみ。ジジイの楽しみ、それぐらい。もう我が孫を見るかのようにも。でどんどん羽ばたいてもらった後におこぼれをもらおうかなと思って。先行投資ね。そう、先行投資をしてるところです。こういう大人に騙されちゃいけない。
出資話が来た時に慎重になる、はい、次に行きましょうかね。次に行きます、ね、出資話が来た時に株は怖いからね。ダメだよ。そうそう、もう本当に怖いからね。出資話、出資させんといかんね。そうそう、させんといかんけど、こっちが株は渡していかんよ。難しい大人の世界はその辺はガンチくなる。よかったね。よかったね。すごい人脈が。ありがとうございます。はい、宮地先輩、紹介させてください。ディレクター。知ってます。もちろん知ってます。じゃあ、もちろん知ってる。どこに進学したの？私、今、私学館大学に。そうなのね。はい、もう経営者やん。そうです。会いたかった。シンガポールに。もうさあポメロの僕ね、勝手にねシェルさんの話ちょっと使わせてもらって、後輩で学生で起業した子がいるって。で僕はダイバーシティ、まあ、多様性を訴えてるので、それは性別の多様性ね、まあ、男女性的マイノリティ、あと障害の有無、まあ、障害も視覚障害、聴覚障害、知的障害、精神障害、肢体不自由、まあ、いろいろある。で、あと国籍とか民族のダイバーシティね、日本人だけじゃなくて。でそれともう一つ、年代のダイバーシティも、そのいわゆる現役世代だけじゃなくてシニア世代もだし、そしてその若年世代が活躍できる社会がっていう時に結構パクらせてもらって、そうなんですか、話使わせてもらって。もうなんかご存知でくださってるの。僕ね、上野くんがね、CL さんの、取材に行った時に一緒に行こうかなと思ったの、はい、一気にね、一気に行く時、僕はさ、くしきのから通ってたの、高校時代。あー、そうなんですね。 JR で、だからまあちょっとそれで親近感も持ってて、まあ JR で通ってたんでしょ、はい、うん、だからまあどこかで会うだろうと思ってたので。はい、会いました。はい、皆さんダイバーシティの象徴です。頑張ってね。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。シエルちゃんって言います。あ、現役やっと会えた。そう、いやもう長く会えなかったんだけどさ、よろしくお願いします。お願いします。北新と申します。よろしくお願いします。お金の勉強とかを教えてます。鶴丸卒の方だったんですか。そうそう、またぜひ本当に若い人を育てるというのが毎年健談で非常勤でね、やってるけれども、やっぱりそれが一番大事だと思ってるので、ぜひコミュニケーションでやって、もう卒業したんだね。そうなんです、今大学1年生になりました。ね、頑張ってくださいね。大学1年生ということはね、うちの姪っ子もね、同級生だったんですね。わかんないかな。あ、多分前、理解が違った。あ、毎日か。またお互いコミュニケーションができるので、何でも甘えてください。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。何で落としたの。先生、私に言わなきゃいけないことがあるでしょって言ってドキッとした。そしたらなんか数学カフェを私が運営を外れるっていう話、はい、まあ、それはそうなんだけど、それ隠してたつもりでもなくて、ちょっと言わないといけないことは一つあるわ。でも本当にびっくりしましたよ。あ、本当、はい、どうしようと思って、うわ、私の店舗がなくなる、委託先がなくなると思って。あ、大丈夫大丈夫、その新しいところ紹介するし、あと吉野の方で引き続きよろしく、はい、よろしくお願いいたします。でですね、はい、ちょっと言いづらいことなんですけど、5月2日合格セミナーがお願いしてたサプライズゲストでって。サプライズゲストじゃなくて、俺がねダブルブッキングしてて、もうシールちゃんに任そうかなと思って。ダブルブッキングとはどういう。俺がね日本にいないんだよ。だからちょっとズームつないで、ズームで俺が参加すると。でシエルちゃんは基本を話すと。そうそう、で私はズーム、私になるんですね。そうそうそう、主体が。あ、で私もズームでなんかプロジェクター映して、はい、そのちょっと事前練習をどっかでして、はい、しましょうか。じゃあ私が大々的に行かなきゃいけないんですね。大丈夫。名前は先生なんですよね。どっかでね学校に言うかな。まだ俺言ってないわ。早めが。
そういいかもですね。ずっと欲入れてたんだけど、いやちょっと待てよ、これ被ってんなと思って。先生、なんで海外に行かれたんですか？家族旅行です。ブッキング、ブッキングですね。 そうだよね。それはちょっとありますよ、もちろん。よろしくお願いいたします。じゃあまた打ち合わせしましょう、はい、シールチャンネルね。いつからの顔になった私。シールチャンネル冠言ったじゃん、この前。いや言いましたけど、マジで冗談かと思ってたもん。本当です、本当。まあ、じゃあ私がゲストを連れてもらって、ね、今日の同級生とか、はい、そんなのとかこう若いあれを、はい、人たちで紹介したい人とか、はい、紹介する番組をしていきましょう。頑張ります。私が人を紹介するようにとか、ね、はい、はい、頑張ります。ありがとうございます、はい、今日はいい回でしたね。はい、いい回でした。いっぱい紹介できました。たくさんの方を紹介してくださりありがとうございました。はい、ありがとうございます。ただいま鶴丸の合同同窓会終わりました。城山ホテル、ね、久しぶりでしたけど、まあ、こういう同窓会っていうのもやっぱりいいですね。リアルで人とお話しして、シエルちゃんも人脈ができたと、なんか喜んでくれたんじゃないかなと思います。動画はですね、会の様子はあんまりこう挙げられないと思うので、議員さんのインタビューのところだけかと思いますが、最後城山からの天文館の夜景です。